平は、メッツ戦で10試合ぶりの14号を放つなどに安打、3打点と躍動。ドジャース13メッツ、日時間30日ニューヨークドジャース、大谷翔平投手は29日、日時間30日、敵地、メッツ戦に、2番、指名打者で出場。8回の第5打席で10試合、46打席ぶりとなる14号、ミラを放つなど、5打数に安打1塁打3打点だった。打棒復活を予感させる活躍ぶりに、米メディアは、突然スランプで亡くなったなどと称えた。大谷は8回2塁で迎えた第5打席で、左翼席へ14号。走者が得点圏にいる場面で塁打を放つのは、今季初めて。打球速度103マイル、約 165.8キロ、飛距離380フィート、約 115.8メートル、角度34度の一発だった。塁打が出なかった5月18日、同19日から前日28日、同29日までの9試合は37打数7、安打の打率、189、3打点だった。それだけに、米メディア、スポーティングニュースのカイル・マドソン氏は、翔平大谷はスランプだった。そして彼は、突然スランプで亡くなったと記事を掲載。ニューヨークでのメッツとのシリーズ最終戦で、大谷は重要な安打を数放ち、最近のスランプを抜け出したと伝えた。塁打を含む、この日の2安打について、大谷が再び動き出すのは時間の問題でしかなかった。そして水曜日、現地29日が目安になるとすれば、スランプは終了し MVP は戻ってきたことになると、復調を確信したかのようだった。マドソン氏は試合前に、翔平大谷は苦戦しているとした記事を掲載し、大谷が進んでいたペースを維持するのは、どんなにいい選手でも難しいと言及していた。とは言ったものの、単純に非常に優れた打者である、彼は成功の実績も十分にあるため、数週間絶好調だった後は、特に数週間不調だったからといってもそれは、不安を植え付けるほどではないとし、一時休止の期間があっても心配無用だと強調していた。10試合ぶりの一発を境に、木の姿を取り戻し塁打や安打を量産し続けるのだろうか。フルカウント編集部。